こう見てる、あ、宇田川がいますよ。はい、ゼッケン15番の宇田川がいます。また1台挟まりそうだ、試験員の前で1台挟まりそうです。1台挟まりました、シュワンチャンスだ。おっと、うまくシュワンツが周回遅れを利用しています。しかし先ほどもパスしたところなんですが、あのシュワンツがインからもちろん行ったんですが、ドゥハンがちょっとはらんだ感じもありましたよね。そうですね、あの、まあ、前のライダーはですね、どういう動きするか分かりませんのでね、そういう意味ではちょっとセーフティーマージンを取らないとしょうがないわけですね。なるほどね、まあ、抜いてしまえばもうどこでも行けるんですけども、自分の抜きたい相手が前にです、なおかつその間に周回遅れを選ぶんですからね、はい、その周回遅れがどういう動きするか分からない、そういうところでですね、まあ、思ったラインが取れないわけですね。ワンツー、そしてドゥハン、バシンとバシンの感覚が開き始めています。そしてバロス、レイニー、伊藤がカダローの後ろに下がりましたね。伊藤6番手です。トップがシュワンツー、そしてそれを追っていますドゥハン、バロス、そしてレイニー。先ほどまでに比べますとトップの4台の感覚が高感覚と申しましょうか、少し開き始めています。コントロールラインを通過します。レースは27周目、残り3周を切りました。しかしドゥハンまたシュワンツに近づいています。2人とつけてますね、この辺りは周回予定、ゼッケン15番が日本の裏側です。こうなってくると、そうですね、ドゥーハンとシュワンとトップ争い、はい、そしてレイニーとバロスの3位争いということになるんじゃないでしょうかね、はい、先ほどのコントロールライン通過時点で0秒410のディファレンスです。シュワンツとドゥーハン、高速間でこうクッと詰まるんですけれどもね、ここからの下りですね、はい、から先がシュワンツが速いですね、さあドゥハンが少し近づいているか、ここからのその加速ですね、これは、ドゥハンの方が若干速いっていう感じがしますね、はい、そしてまた周回遅れか、さあドゥハン、シュワンツに追いつくことができるか、下手をするとまた試験の前で間にマシンが入ってしまうかもわからない、これは危ない。さあシュワンツがうまく1台間に入れました。試験の切り返し、ゼッケン18番のベルナール・ガルシアが周回遅れになりました。そしてもう1台間に周回遅れを入れています。ゼッケン34番のシュワンツ、もう限界に近いですね、はい、リアタイを非常に酷使してます、さあこちらはドゥハンの車載カメラ、前に見えるのがシュワンツですね、こうもう一回左に切り替えして私の目に変わってますね、はい、ここは急コーナーなんですけども、この加速はシュワンツ速いんですけれどもね、しかし、まあ、ドゥハンもここに来てファーストストラップですか、はい、18秒021ですね。18秒021というのはドゥハンの予選タイムを上回ってますね。前半が3秒上回ってますね。ドゥハンは18秒336という予選タイムでした。この切り返しなんか見てましたかね、ドゥハンのその調子のいい時のあの勢いのある切り返しになってきてますね、キュッキュッとした感じですよ ですね。さあドゥハンがファイナルラップに入るところでシュワンとの差を縮めているぞ。ファイナルラップまでわからない展開になりました。 GP1500cc クラスの決勝、これはちょっとわからなくなっています。3位バロス、4位レイニーはこのままいくと、まあ、ほぼ確定的なんですが、トップ2がちょっとわからない展開になっています。さあこちら3番手走行のバロスなんですが、あ、しかしその後ろにレイニーが、レイニー来てますね。バロスが前を下がっている間にレイニーが、おっとバロスのすぐ後ろに迫っている、おーおっとコースを飛び出した、コースアウトした、コースアウトした、激しいバトルです。さあこちらシュワンツが前、ビーティー、あ、シュワンツとドゥハンです。シュワンツわずかに前、ここでさあいけるか、アウトからいった、10コーナーですね、これはちょっと勝負ありましたね、間に1台入りましたしね、この後 S 字から最終コーナー、
コントロールラインまでは距離がありませんから、これはちょっと勝負あったかもわかりません。ゼッケン34番のケビン・シュワンツ、ドゥーハン頑張りましたが今回は2位止まり。ケビン・シュワンツが今トップでチェッカーを受けました。今シーズン3勝目、ドゥーハンは2位です。そして3位争いはバロスが前でしたか。ケビン・シュワンツトップでチェッカーを受けました。今シーズン3勝目、そして復活ドゥーハン2位に入っています。3位争いなんですが、バウストレイニーちょっとわからなかった感じもあるんですが、いやそれにしましても最後シュワンツ頑張りましたね。そうですね、まあ、シュワンツが頑張ったというよりですね、まあ、ドゥーハンの健闘が私は光ったような気がしますね。最終ラップですね、はい、もうここに周回が入ってますんでね、ドゥーハンとしてはもうどうしようもありません、はい、しかし本当にまあ、まだまだ怪我が完全に治ったわけではないドゥーハンなんですが、久しぶりにらしさを垣間見せたレースでしたね。そうですね、特にですね数字の切り返しですね、はい、右から左にこう切り返すあたりの、その速さですね、はい、切り返しの速さっていうのは調子の良かった時のドゥーハンをこう思い出させてくれましたね、そして結局3位争いはレイニーがわずかに、はい、そのようにそうです、ね、赤いマシンが前でチェックを受けたように見えましたね、はい、100分の5秒差ぐらいですか。レイニーが3位、そしてバロスが4位ということになっています。シュワンツ危ない、今フラッグをもらってですね、はい、芝生の中からコースに、はい、復帰しようとしたんですけれども、このコースはハイスピードですから、はい、一速でですね1万2000回転とか、まあ、1万2500回転ぐらい回るとですね、大体150-160キロぐらい出る、はい、設定になってますからね、はいはい、まあ、いくらハンクラッチを使ってそのグリーンの中走ろうとしてもですね、ゆっくりタイヤが回らないわけですね、はい、ですからまあ、パワーにもありますしね、まして芝生の上ですからスイッタイヤにその埃もついてですね、はい、滑りやすくなっていると、はいはい、ですからああいうふうにこうお尻を振ってしまうわけですね、はい、まあ、せっかくそのトップでチェックを受けたのにあそこで転んでしまってはですね、はい、シャリにならないですからねさあ日本の宇田川なんですが15位に入りまして1ポイント獲得ですね。日本の宇田川は15位に入っています。よく頑張りましたね、はい、さあシュワンツ結局今シーズン3勝目、通算の22勝目を挙げたわけなんですが、これで通算の勝ち星でレイニーとまた並びましたね。シュワンツレイニーともに22勝ということになりました。ウイニングランです。トップでチェッカーを受けたケビン・シュワンツ、そしてこちらはポイントスタンディングです。シュワンツ111ポイントでトップ、そしてレイニーが106ポイントで2位です。ご覧のような順位になっています、ポイントランキング。しかし八代さん、はい、ドゥーハンが今日のような走りを見せてくれますとですね、次回以降そのレイニーとシュワンツの一騎打ちという格好ではなく、三つどもえのトップ争い、まあ、バロスも含めると四つどもえということになるかもわかりませんが、なんか楽しみが増えて気がしますね。そうですね、どちらかというと勝者がこう決まっている、まあ、はい、2人のうちの誰かという感じだったんですけども、はい、その中に、ドゥーハンがこう食い込んでくる可能性は非常に高くなりましたね。さて GP1500cc クラスの決勝ですが、安代さん、簡単に感想を聞かせていただけますか。はい、